どうもしゅんです。こんにちは。今回は箕輪さんにお越しいただきました。お願いします。はい、よろしくお願いします。この間ニュースピックスのアップデートっていう番組で場所を共有させていただいて、なのがきっかけで今日撮らせていただいたんですけども、今回はですね、面接という形で箕輪さんと僕が一緒に働きたいか否かを箕輪さんに判断していただきたいなっていうふうに思っております。打ち合わせなしのフリーでやっていただくので、最終的にこの丸×の札を上げていただけたらなっていうふうに思っております。Okay. よろしくお願いします。実際になんか今一緒に働きたい人の基準みたいなのを挙げるとしたら、今の他にありますか？やっぱり単純に手に職持ってるっていうか、はい、特殊技能があること。特殊技能っていうのは、動画作れるとか、はい、デザインができるとか、はい、そういうこと。要は希少性みたいな、俺ができないこと頼める人だよね、はい。と、あとは、あとまあ何でもできる人が逆に必要かな。なるほど。その希少性もそうだけど、はい、なんか俺本当にパソコンとか使えないわけよ、うん、Mac とか、はい、いわゆる雑務的なものを全てできる人。なるほど、なるほど。うん、AD さんみたいな、 AD さんって、まあ、雑用だけじゃなくて、はい、それなりの、 気の利いたなんかアシストをしてくれる人は助かるよね。なるほど、うん、確かに。自分ができないことをできるとか、ちょっと尖った能力がある人を、どっちかだね、うん。じゃあまず最初は、はい、なんで一緒に働きたいと思ったんですか？僕自身、箕輪さんが前々から好きでですね、うん、というのも結果を出し続けてるっていうのがすごいなっていうふうに思いまして、そこから自分にないものを持つ人のもとで働きたいなっていうのはあります。何、具体的に何がすごいと思います？箕輪さんの本を結構読んでるんですけど、うんうん、人生の称賛とかメモの魔力とかで、人生の称賛を読んで僕自身、前田裕二じゃないか前田裕二さんがまあ100好きだとしたら、箕輪さんでも80ぐらい。ふざけんな人生を称賛を読んで、あ、僕も頑張ろうと思って上京しようと思って今、うん、あ、そうなの？来たので、でも編集者になりたいわけじゃないでしょ？そうですね、うん、大きい枠での表現者になりたいなと思ってて、社会に対してインパクトを与え続けれる箕輪さんみたいな表現者になりたいなっていうふうに思ってます。それで言うと、表現っていうこと、まあ、若干ずれてもいいんだけど、はい、どういうことをやってきたの？一番表現で言うと、 YouTube 活動を大学2年から始めて、うん、それが一番の表現なんですけど、うん、それ以前の話で言うと、うん、図画工作が好きでした。もともと大学は美大か、総合大学か迷っていて、もともと絵を描くことが好きで、自分の作った作品とかが、うん、周りから、まあ、友達とか家族から評価されるってことに対して嬉しいというか、反応が返ってくるところが面白いなと思ってて、うん、どっちかというと作る作品というよりも、作ったものを見られることに対して幸せを感じるっていう感じだと思います。 YouTube って今どれぐらいの実績なんですか？ YouTube で語ると、はい、YouTube で語ると、初めて1年半経って 2.8 万人ですね。 80% が就活生の視聴者っていう、うん、セグメントされた YouTube チャンネル。なんで就活でやろうって思ったんですか？テーマは金沢大学の3年になって、自分自身が就活生になった時に、うん、地方と都会の情報格差とか機械格差が半端なくでかいなって思ったんですよね、うん、で交通費毎月15万ぐらいかかってて、うん、でそこのわざわざ OB 訪問行ったりとか、ね、説明会行かなきゃいけないっていうのがおかしいなって思ったので、うん、自分自身の活動と絡めて何かできないかなって思ったのがきっかけです。それ面白いね。やっぱそんな交通費かかるんだ。いや、半端ないんですよね。今ネットでは知れるんじゃないの、情報は？ネットで知れる部分もあるんですが、うん、会社の中の雰囲気とか、実際に働いてる人と話したりとか、うん、あとやっぱ選考を受ける前に説明会絶対1回行かなきゃいけなかったりするんですよ、うん、企業は。日本企業の風習的に変わりつつはあるんですけど、ほぼ8割ぐらいの企業が古いと言いますか、うん、動画で解決できないなっていうのは。これから今後何していきたいんですか、将来的には？はい、将来的にというか、直近でリクルートを超えたいなっていうふうに思ってまして、それは具体的には YouTube で就職活動をするっていう流れを作りたいんですよね。というのも、大学1、2年っていうのはやっぱりリクナビマイナビとか、まあ、ワンキャリアとか使わないんですよね、僕自身も使ってなかったので、YouTube って誰もが見る可能性があって、学生に刺さる切り口で動画を見れるっていうところで、企業の中の様子とか、こういう魅力がある企業があるんだってことを知れると思うので、その大学1、2年生とか、就活に興味ない層をターゲットにした動画を作りつつ続けて、で自社の今メディアを作ってるので、そこに、あ、そっちに誘導するってこと、はい、でもさ、それさ、リクルートがさ、いいなと思ったらリクルートがやったらもう一瞬でできちゃうじゃない。そうなんですよね。でそこの僕らの強みとしては、学生が作っているってところが強みだなと思
ってまして、今メンバー6人いるんですけど全員地方学生で固めていて、地方学生がその当事者意識を持って作るっていうところが、でもさ、リクルートがさ、学生100人募集とかさ、はい、やったら余裕で真似できんじゃん。リクルートさんがやられたら困るので、来年順位登録者数20万人を目標に先に囲ってしまおうっていうのが、まあそうだね、個人として立てば、まあリクルートがむしろ一緒に組みたいって言うかもしれないもん。20万人いくためには何する？今直近で考えてるのは2つあって、1つは面接企画っていうのがめちゃくちゃ伸びるんですよね。でなんで伸びるかっていうと、学生は面接っていうところはなかなか見れないんですよね、その情報で。動画でしか見れないっていうところと、他の YouTuber がやってないことなので伸びるっていうのがあって、その面接企画をひたすらやるっていう軸と、もう1つはビジネス YouTuber の枠が今空いてるので、そこでそれこそ箕輪さんのようなご活躍されている著名人の方にひたすらアポ取ってっていうところ、大学生が会えなさそうな人に会いに行くっていうところ、じゃあ話戻すけどさ、はい、僕と一緒に働きたくって言って何をしたいの？カバン持ちをさせていただいて、箕輪さんがなんかどういう時間の使い方とか、人に対してどのようなコミュニケーションを取ってるのかっていうのを、単純に好奇心で見たいなっていうのが一番あります、なるほどね、はい、逆に俺のメリットは何？箕輪さんのメリットとしては、その直接的なメリットではないですけど、箕輪編の学生チームの、例えば動画制作であったりとか、PR みたいなところでお手伝いさせていただいたりとか、あとはなんか就活に関することをやるっていう時に、学生を集めたりとか、企業を集めたりっていうことはできます。今、学生と企業それぞれどれぐらいの関係値がある？今は37社に取材してきて、で就活イベント2ヶ月に1回をやっていて、どういうイベントってどういう感じで関わってる？主催です。主催をして、学生100人ぐらい集めて、企業5社集めてっていうのを、企業からスポンサーしてもらって。そうですね。 OK、 はい、いいよ、もういいの？本当ですか？丸、やったえ、普通にいいよ、はい、本当ですか？うん、お願いします。理由みたいなのってありますか？なんか俺もそれこそ学生と絡む機会あるんだけど、はい、やっぱいいなって思うとか、できるなって思う人ってそれ以外は、はい、単純に会話が成立するっていうのが一番でかくて、聞いてることと全く違うこと答えてくるっていうのはめちゃめちゃあるじゃん、はい、うん、なんか質問の答えになってないみたいなのが、はい、まあ一切ないから普通に会話が成立するっていうので、はい、ちゃんとしてんなって思ったし、はい、あとは、はい、まあ単純に一番よくあるのは、そういう何々したいですっていうのは、俺のところにもめちゃめちゃダイレクトメールとか来るけど、はい、基本的に、もらうことしか考えてなくて、なんかこう、僕がこれをしたら、カバン持ちしたらとか、近くにいたらこういうメリットがありますっていうのを、はい、そもそも考えてもいないってやつが多くて、はい、でそういう意味において具体的なメリットを教えてくれたから、はい、まあなんかいいような気がしますよね。ありがとうございます、ということで、一緒に働きたいということで、はい、ありがとうございます、はい、いらないかもしれないですが、いつでも呼び出していただけたら。2021年まで、はい、じゃあ2021年の10月に呼び出そう、はい、まだまだですね2日連続で3回有効なんでしょう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと様子というわけでですね、次回の動画は箕輪さんが、就活生だったら絶対行きたい企業についてお聞きしたいなっていうふうに思います。というわけで、今日の動画終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。